皆さんこんにちは。マクト眼鏡店銀座店担当の、シャタムです。本日ご紹介いたしますメガネがこちらですね。こちらがですね、アートクラフトヴィンテージのメガネですね。サーモントブロー、こちら46サイズですね。こちらの税込みで15,500円です。今日はですね、銀座店から入ってきた新しい商品です。状態としてはヴィンテージということですね。こんな感じなんですね。この、ブランドですね、アートクラフトについてなんですけども、当店のホームページにもちょっと書いてあったんですけども、1918年に、チャールズ・J・イーグルとオットー・ W・デチャウによってアメリカ・ニューヨークに設立されたブランドということらしいですね。このポイントとしては、この結構釣り目なフォックス型なんですね。ちょっと作られた年代までは分からないんですけども、かなり状態いいですね。鼻パッドがついてますね。で、この、生地の色味としては、ちょっとこうブルーがかってるんですね。ちょっとブルーがって、ちょっと反射がクリアな感じのタイプです。こんな感じなんですよね。こんな感じですね。こう調整きますね。印字も結構残ってますね。これそんな使用感がない、かなり綺麗なもんですね。こんな感じですね。で、サイズ表記を、ちょっと言ってみましょうかね。ホームページに書いてあるんですけども、レンズの縦幅が、こちらが 39mm、 こう縦幅ですね。横幅がこちら 46mm、 鼻幅が 20mm、レンズの正面全体幅が 133mm ですね。で、フレームの見かけ部分が 143mm で、フレーム重量が 27g で、レンズカーブが4カーブってことなんですけど、これはですね、非球面レンズが入るタイプですね。で、付属レンズがですね、こちらデモレンズっていうことになりまして、当店でレンズ交換したものですね。で、付属ケースは、これが当店のオリジナルケースがついてくるということになってます。状態は V ですね。はい、いかがだったでしょうか。今日はちょっとですね、試しにこのカンゴールのハットと合わせてみたんですけども、このブルーの生地とかなり合うかなと思います。でなんですけども、やっぱりこの今なんですけども、皆さんマスクしてメガネかけると思うんですね。なんでちょっとこれ試しにかけ、マスクしてみますね。こんな印象になりますね。こんな印象と言われてもって感じなんですけども、かっこいいですね。はい、いかがだったでしょうか。もし見て面白いなと思っていただいたら、グッドボタンを、チャンネル登録の方もお願いいたします。それどうもありがとうございました。